なんだこれ。手紙。あいつが配達員に宛てたものだ。汚い字だなおい。手本を見て必死になぞったんだろう。なんて書いてあるんだ。そろそろあいつも起きる頃だろう。行くぞ。カイネ、一つ聞いていいか。なんだ。海の魔物との戦いで魔物を脅迫してただろう。あの魔物が配達員のことを守ってるってどうして分かったんだ。さあな、なんとなくそう思っただけだ。そうか。何か買っていってよ。船頭さんが亡くなられて、船頭の彼はよく夫婦喧嘩の話をしながら笑っていたわ。奥さんのことを大切にしている誠実な彼のことはすごく悲しいけれど。そうだポポルよ、魔王の城の鍵については何か分かったのか。暗号の解読は進めているのだけど行き詰まってしまった。中世のケルベロスはもしかしたら。ポポルさんにもわからないなんて。でも鍵とポポルさんだけが頼りなんだ。わかったわ。そうそう、通りがかりに見てきます。ありがとう。それと船頭の彼が休んでいたから別の人を手配しておいたの。船は変わらず使えるように。わかりました。誰かを失ったとしてもこの世界は無慈悲に回り続けるのだな。
あの小僧、いや王が結婚とは世の中わかる。結婚式か、ぜひとも行ってお祝いしなくちゃいけないな。早速王のところに行こう。
ああ、家系で。近々年貢の納め時と聞いたが。結婚おめでとう。結婚とは相手が必要なものだと聞いたが。失礼きた、うさきおり。もしかしてフィー。驚いたな、すっかり大人っぽくなりよって。そういうことならカイネも呼ばないとな。なあ、つえ、ゆらそうとさったら、銀と孫吉地って大釣りだったらあき。え、見えるさい？あ、はじめまして。この度のご結婚、おめでとうございます。たく。あの、カイネさんなんですけど。結果を作るなろ、一致して差は大抵統治。あたちあた。夜せれ、やりさたち、とちてすれ。ああ、そうさせてもらうよ。設置された。やれやれ、風呂に入る時まで掟があるとは。シロは浮かんでただけじゃないか。カイネ、どうした？結婚式などというめでたい席に私が。いいんだよ、王が直々に招待してくれたんだから。王は良くても周りの人間が。この町は俺やカイネの村とは違う。変な話だけど、掟に書かれていないことは誰も気にしない。そうか、なら我個人の価値観からすれば、かような下着姿で婚礼の場に臨むは花どうした？いや、なんだか寝られなくて。何か心配事でもあるのか？全然そんなんじゃないです。明日の結婚式が楽しみで、いろいろ想像してたら目が冴えてきちゃって。素敵だろうな、綺麗だろうな、いいなフィーアさん、いいな。エミールにもいつかいいお嫁さんが見つかるよ。お嫁さん？ああ、他に何がある？寝ぼけておるのか、さっさと寝ろ。そうじゃないんだけどな。
停滞終えた。ゼルガンと急絶し続いている。改ざんを解きて時ぞとやれつだ。ジョンシッチ、祝いつつたんさ、ロアインだ。祝い事もまた仕事のうちだよ。どうい、民につかの間の祭り気分を味わわせてやるのも王の思いやりというものだ。こだた。それにフィーアを幸せにできるじゃないか。大切な誰かを守り幸せにするってことは男には必要なんだ。アルトルは自殺だった。対決だ。さくれる晴れの舞台、憧れちゃうなね、カイネさん。知らん。もう異牛とラセンチ恋アルテルはシース用林地コッテチサイトズセお手いきく。さあ、テレルタイトル。
光を反射する能力を持っておるようだ。今追っても返り討ちに遭うだけだ。カイゼムイオリ。ラフィアガス。ねえ。ザルツン、ザルツン、ゼルガーザルツンとゾルキアレル。ゾーティ、おられきたも。ユリペルワトル、カイザムタトデク、ラクルトデク、ゼルガアントイ。からつぐきててカイザムタリエキューサカイザムら夫ときてソードリリスダカイオーガあのまま引き下がるとは思えぬな。ああ今にも一人で狼を倒しに行きそうだ。放っておくのか。そんなわけないだろ。俺だって狼たちが憎い。戦うのであれば相応の準備が必要であろう。さっきのようにはいかぬぞ。分かってるぞ。
戦いの準備はできたのか。ああ、フィーアの仇を討たないとな。フィーア・ヤーリル、セルガの傷とヤージズ・ドレル、秘境事件図アイ・ウール、アルテムアタート、スコス・ライダー。狼の群れがどれほどの数か知っておるか。村を襲ってきた狼どもなど、セルシタイ。分かった。俺たちも協力する。デケワチュワセ。お前のためじゃない。フィーアのためだ。もう、タイネさんは口が悪いんだから。意見が揃ったな。ならば急ぐぞ。悲劇を止めるのだ。フェアロア。カイゾム・アクラ。ゼルガーン撃つと避けた。これでサト・アルテルア・チンクルチーラス。アルテルア・トヤリラ。フィア・クスタ、あ？ディム。フィア・ギキタ、タトサダ・キラツヨ・リウタ・タキツ、ディム。ヨリウアイ・ソト・フィア・トツダッタ、あ？ディム。アンダダセ・ゼットシケン。ユー。カイザムデク、アンダ、ルアミ。しか、アンダ、イエ、フィア、ロテとヤリカキイソできた、と食いてゲルダ。エラ、ラル。エルワとカイザムデ、カイザムとアイト、フィーア・アイザムデ、フィーア・ジュレ・セキタトットだ。ゼルガーンデ、アンダ・ゼルガン・ヤーリズ・ガシチ・クリト、カイザン・ゼスタル・ペラ。老体リスラ関係かけてしたすわれ、アルムーキ・エルトチ・ギサンテキタ。アルム、浮き汗ん、クユーリエ。押してキルタチ・エククギリス・アーガイ。え、カイザムヨーリ、イキオツジデクゴユラ。カイザムチジスト G、 忘れたしユリア。こうだった、チ、より歌え。ゼルガン・タチトグだ。
リー行ってクタイピーエのためだ行くぞ。ゼルガン、セダト、ユウト、アキ、月大使。スラエ、フィア、ト、ゲンカ。ダクソトクラサイロスと意識シウデライアリステッチ。フィアはこれまでも十分幸せであった。こうもちろんあの娘ならきっとそういうはずだ。フィアの誇りだった立派な王で、ああだった。ドリス、恐竜。クタイト、
リッチ・ライル。カイザム・チッタだ。ケテ・タイソとチ・立ってるんだ。やれやれ、また起きてか。ラーのペルはトンリ、アルテルはチオアル、アンダトシトシ、アルテルはヤリル、ロ・フィア。王様、かわいそうです。すべて魔物が存在するからいけないんだ。ロボット山の弟から手紙が来ていないか確認しに戻ろう。ありがとう。ところ本日はどんなご用？ありがとう。
感謝ありがとう。ところ本日はどんなご用ですか。ありがとう。お願いね。いろいろ世話になってるし、話だけでも聞いてやろう。ロボット山に行くぞ。
いらっしゃい。武器。ああ、ありがとう。その武器なら。なんだ。お二人にお願いがあります。お願い。兄さんの仇を討ってください。ずいぶん物騒なことを思いついたな。思いつきなんかじゃない。俺が武器を作ってきたのはこのためなんです。あいつらを殺せる道具を作りたくてやってきたんです。金儲けのためなんかじゃない。あいつら。そうです。魔物と一緒にいる大きなロボットです。魔物とロボットが手を組んでおるだと？魔物がいるのか？はい。心は決まったか？ああ、やってやる。